人生に意味があるとかないとかねその考えてもしょうがないんでもっとね楽にいきましょう楽しくいきましょう堀江さんとかね質問したらすぐにあれ言うんですよなんか意味あるんですかみたいなねまあでもなんかこうくだらない質問が多いからそういうふうな返信になるんでしょうねうーんだから堀江さんが答えたくなる質問は何ですかっていう質問をしたら面白いかもしれないですね堀江さんが答えたくなる質問は何ですかっていう質問をするみたいなね まあ、ちなみにね、なんで人間は生まれていくの、生きていくのかっていう質問に、まあ、あるね、宗教指導者ライル、ライリアンムーブメントのライルっていうフランス人がこう答えてるんですよ。そうですね。人は快楽のために生きています。だから快楽を感じられ,たら感じられなくなったらあの、死という快楽に向かう自由があるみたいなね。まあ、ちょっと後半は私の脚色なんですけども、まあ、すなわちは、その、快楽のために生きてると。じゃあなんで人は税金払うのかって言ったら、 税金を払わないと逮捕されてひどい目に遭うからそこから逃れる快楽のためにとか言うらしいんですよねでこの快楽ってのはうんかその神様たる宇宙人がね人間が生きる上でうんかその意味付けのためにモチベーションのためにそういった快楽機能ってのをつけたらしいんですようんだから何をやっても苦痛だとかね何をやっても意味が感じられない人は、まあ、自然にこう命を閉じていく傾向にあるらしいですねまあらしいですねって言っても別にそんなこと誰か言ったわけじゃないんだけどね これはね自分が思ってることを誰かのせいにするために回避するためにらしいというね言い方があるわけなんですよ。いやらしいですねまさにね、うん。でもなんかあれじゃないですか、うん。なんか寝てばっかりいたらなんか起きたくなるから起きるし起きてばっかりいたら眠たくなるから寝るみたいな感じで基本的にはその快楽を目指してやってるわけですよね。でもあまりにもサボりすぎると月末の支払いがきつくなるからあじゃあ仕方なくうこのまま居眠りしてるよりも何かをした方が将来迫り来る ういろんな問題にね立ち向かかっていけるからあそういうふうなすかね、うん、まあねいろんなこと言ってますけどあちなみにねそのねライアンムーブメントのライルさんっていうのが作った宗教団体っていうのは、うん、なかなか面白くって「そのなんかそのな週刊文春」の取材によるとね「フリーセックス教団実態は暴く」みたいな感じで取材されたことがあるらしいんですよ。 で実際にそのフリーセックス教団らしいんですけどもでも自分がモテないからって言ってその教団に行ってもやっぱりモテないらしいんですよ選ばれる自分にならないといけないということらしいんですよねでそこで言われてるのが、まあ、誰とそういうふうな性関係を持つのも自由ですよただし人に迷惑かけちゃいけませんって言ってるんで例えば浮気をしてパートナーが嫌な思いをするんだったらそれは駄目ですって言われるし、えー、それこそねあの強引にやっても駄目だし騙しても駄目だし普通にモテる人間になりなさいよということらしいんですよ だからフリーセックス教団というタイトルではあるんですけどもじゃあと思ってモテない人が言ったら結局そこでもモテないからインチキだとか言って詐欺だとか言うらしいんですけどもいやいやモテないあなたが悪いんでしょうっていう風にねライルが言って終わりみたいなんですよもうその通りじゃねえかみたいな感じですけどね、うん、一体どうなってるんでしょうね、うん、そんな宗教団体行って何か意味あるんですかと言われそうですけども、まあ、意味はないでしょいらっしゃい。